皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、半年以上前から予約してたものがようやく届きまして、それを今取りに向かってます。はい、それでは。これは今マミに内緒で来たんです、取りに。おお、いきなり今日渡そうかなと思って。多分ピンクが前のネオンと違うんやけど、はいはい、退職銭湯も、あ、そうなんですか。これはこうネオンって、はい、ネオンイエローとネオンピンクって色が薄くなりやすかったんやけど、日光でどうしてもそれは仕方なかったけど、これは多分色が薄くならない。へえ。で、塗装も多分グレードアップしてて、おお、めっちゃ可愛いね。 EF って入ってるのは、うん、前の予約の時分からんかったと思えて、うん、そうっすよね。 EF なエディケーションズでしたか、なんか。これ入ってない。あ、これ映していいかな。映していいよ。へえ。これは喜ぶかも。よかったら。行くぞ。はい。でてでー。おお。でてでじゃないや。半年かけてきました。半年間。それで。実家帰るって嘘ついて撮ってきました。1時間かけて。そういうこと？我々の持っているヘルメットの中で最高額、緑のオクトルってやつですらね。結構高かった。4万ぐらいした。ショップの人に聞いたけど、まだ全然出回ってるものじゃないし、自分ら予約したのってめちゃくちゃ早いんって、予約したタイミングって。なんかそもそも予約と同時に買ったんで、これもう、これいつ出ますかっつって、もう出たらすぐ僕買いますっつって。では開けてみましょう。マミはですね、もうラファのピンクのジャージばっかなんで、本当にこれが絶対合うと思う。じゃーん、すごいピンクよね。おー、すごい、ショッキングピンク。うん、これ実はカタログでは分かってなかったんですけど、ここに EF っていうステッカーが貼ってるんですよ。これは初めて見るんじゃないですか。ネットでも売ってないんじゃないかな、これ EF。 これがね、この動画でね、知ってる人も多いと思う。こうなってるんですよ、この限定の色は。あ、これ限定カラーやから。いや、うん、そうそうそう、間違いない。だってこれあれじゃん、スポンサーでしょ。スポンサーっていうのチーム名、キャノンデールの、じゃあキャノンデールのチームっていう言い方もあれなんだけど、まあ、キャノンデールバイクを乗ってるプロサイクリングチームのやつだから。こうね、こうね、結構今回のオクトルのピンクよりショッキングピンクでしょ。なんか聞いた話によると、結構なんか太陽の光とかさらされても今回は色落ちしにくいらしいんだわ。薄くなっちゃうらしいんやけど、これは改善されてるみたい。で、ここメガネかけれる、サングラス、ほら。あ、そうそう、今の使ってるヘルメットメガネかけれんから。そうそうそう、そこがね、高級よ。かっけえなぁ、いいなぁ、めっちゃいいなぁ。はん、でも入らんもんな。うん、クォータークレヨンのエアロロードにぴったりのエアロヘルメットやね。セミエアロヘルメットってやつ、これ。なんか全部エアロじゃなくてさ、ここは通気性いいんやけど、ここら辺がすごいエアロ形状で、セミエアロっていう分類のヘルメットです。僕のポック今持ってきますわ、うん、はい、僕のオクトルです。ポックオクトル。でかでもこれめちゃくちゃ軽いんだよ。でもそんなにね、軽さね、また詳しいレビューは別の動画でやりたいと思うんだけど、全然こっちも軽いんだって。ほら、これやったらサイズ変わんかも。軽い、うん、こっちも軽いっしょ。こっちも軽いけど、
うん、なんつってもね、頭の防御力、防御力って言い方ですこのね、この特殊なこのね、ぷにょぷにょした素材、このスピンっていうのがこっちにはないんだよ、普通なんだよ。オクトルは軽量に特化してる。これは頭を守ってくれるから。これミップス加工じゃない、ミップスではないのかな、ではない、うん、まあポック偽物で回ってること多いんで、これは本物です、間違いなく。ちゃんとしたルートで買ってるんで。偽物多いんだよこれ、このメーカー、なんかよく見るもん。まあ、いろいろ買い取りますね。これさ、覚えてると思うけど2月の下旬ぐらいに来るって言って、うん、5月だよ来たの。確かに、あのほらツールドフランスが終わって、そうそう、ツールドフランスが終わってすぐに僕は出ると信じて、これのなんか黒とか白とかいろいろあるんだけど買いませんと、ピンクが出るまで待ちますって言って、出るって分かった瞬間予約させてくださいって言って、あ、これ予約できますよって言って予約しますって、もうその場でお支払いして買ったやつだから、すごいまた感がある。皆さん、このヘルメットをかぶってるローディーは間違いなくマミですよ若さじで若さじでかぶるか。うん、そのポックのヘルメットに合わせて、これピンクのレンズのオークリーのプリズムなんとか、結構明るめの新しいピンク色のハイピンクっていうレンズ、プリズムシリーズので、これホワイトデーのお返しにプレゼントして、もうこのポックと合わせるかのようにこれをセレクトしました。どうです、この白とピンクの完璧。うわー、いいなー、ピンクのレンズに白ピンク、ラファ着ようよ。はい、こんな感じです。横は横見て、ぐるっと一周してください。いいね、似合ってる似合ってる。わ、サングラスとまた似合ってるね。これだった方が、うん、入る。あ、すごい似合う、このね、ちょっとしたピンクのね、うん、ハイピンクのレンズが、これとこれはもうバッチリやん。バッチリ。ラファとエディケーションファースト、ロードレースの個性。これこれとかこれとかやったらいいかな。あ、これもいいね、なんかこのカラーとか、ヘルメットになりそう。うんうん、ここら辺ね、うん、いいな。それって本来キャノンデールスーパー 6A モノリの俺が着用すべきもんじゃないの確かにバイク的な話でいくと、うん、いくらすんのこれ。これヘルメットと合うやつ、うん、これかわいい。エディケーションファースト、エディケーションファーストエディションファーストウーメンズエアロ、うん、24,000円か、結構するな、うん、こっちはこっち、それ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 、それもエディケーションファーストウーメンズトレーニング、うん、これでしょさっきの2個しか選択肢ないわ、うん、まあ、RCC は関係ないし、なんか簡易に制でしょ、なんかエディケーションファーストで揃えた方がかっこいいじゃん。これポックって書いてあるな、にしよう、もっと上に上げて。ヘルメットに合わせてエディケーションファーストチームカラーの女性用のラファのジャージ、うん、エディケーションファーストとポックのスポンサー名が入ってるのかな、うん、これを買うそうです。ポックは入ってない、ポック入ってないな、こっちは。でもいいじゃん、こっち、うん、いいの本当に。あ、M サイズででもギリギリやもね、うん、ただこれなんかオクトルと比べてちょっとタイトないって、うん、このここが変な、うんうんうん、空力を意識してるから、うん、いいなぁ、 EF って書いてある、うん、こう天まみって入れるわ天まみ台無しや天まみ